ビットマップデータって何ビッットマップデータっていうのは画像を表現するデータ形式の一つになります。どうやって表現するんですかっていうと画像を小さい小さい点の集まりで表現しているものになります。これによって以下のメリット、デメリットがあります。1つ目、メリットは自由度が高いですよ。点好きな場所に好きなように打つことができるので好きな形で書くことができますよっていうのが1つ目。2つ目は 色の細かい調整ができますよ。この点一つ一つに対して色を決めることができるので細かい色の変化だとかこう複雑な色のこう混ざり方とかそういったものを調整することができます。それに対してデメリットは何ですかっていうと画像を拡大したときこの点で表示されているものが拡大されるとどうなるかっていうとこの点が大きくなってしまいます。なのでちょっと画像がカクカクして荒れてしまうよというデメリットがあります。